皆様こんにちは、牧優子です。いつも応援ありがとうございます。8月の24日に発売になりました新曲紫のマンボ、もう皆様聴いて歌っていただいてますでしょうか。まあ、今回よく皆さんに、なんで紫なのと聞かれるんですけども、まあ、今回はこの紫、赤と青を男と女に例えまして、女の吐息は赤、燃え尽きるまで燃えて、男の吐息は青、寂しさに染まる、交われば紫ということで、男と女が交わって紫色が出てくるという、ちょっとね、意味深な大人っぽいマンボに仕上がっています。まあ、本当にあのノリが良くて、皆さん、あの私がキャンペーンをやっていても、あのすぐに踊り出しちゃうぐらい本当にあのノリノリの、ね、歌なので、あの聴くだけじゃなくて歌って踊って皆様にはあの応援していただけたらなと思います。そしてあの今年は私もあの一人芝居を入れた全国縦断コンサートを4カ所やってまいりましたけれども、あの来年はもっともっと幅広く、そんな一人芝居を入れたコンサートをあのいろんなところでやってみたいなと思っています。まだ牧優子の一人芝居が入ったコンサートを見たことがない方は、ぜひお近くに参りましたら、ぜひ見に、聞きにいらしていただきたいと思います。とにかくこの紫のマンボウを大ヒットさせて大きく羽ばたきたいと思っております。皆さん、今後とも応援をよろしくお願いいたします。